日本北海道上川総合振興局上川総合振興局は北海道の総合振興局の一つ。振興局所在地は旭川市。2010年4月1日、上川市長に代わって発足した。従来の上川市長全域と空地市長管内であった宇流軍幌か内町が初回区域となる。また、条例により、 広域で所管することが望ましい業務に関しては、隣接するルモイ振興局管内を含む上川、ルモイ地方全域において事務を担当する。14市長を旧総合振興局、5振興局へ再編する北海道総合振興局設置条例では、道北総合振興局の名称で、ルモイ市長より解組されるルモイ振興局を下部組織として設置する予定であったが、 格下げに対する反発が生じたことから2009年3月に条例を改正。名称を市長と同じ、上川総合振興局とし、留萌振興局については総合振興局と同等の地位とされた。上川総合振興局の自治体1、旭川市、二渋別市、三名寄市、四富良野市、五高須町、六東かぐ町、七東間町、 8、ピップ町。9、愛別町。10、上川町。11、東川町。12、美英町。13、ワッサム町。14、県淵町。15、下川町。16、上富良野町。17、中富良野町。18、南富良野町。19、シムカップ村。20、微夫川町。21、オトイネップ村。22、中川町以下は。 上川総合振興局管内における都市雇用権の変遷である。一般的な都市圏の定義については都市圏を参照のこと。なお、この表のワッサム町から下の部分が常に道北とされる塩刈峠以北の市町村である。また、朧火内町は振興局への改装以前は空地市町に属していた。ありがとうございます。